皆さんこんにちは、ヒゲジさんです。今日も八甲田山山頂は曇ってるみたいなので、スカ湯に行くことにしました。この長生き茶屋のおでん最高です。茅野高原のおでんです。500円で味噌がかかっています。いや、この味噌のおでん大変美味しいです。湯治場で有名なスカ湯温泉です。ここの仙人風呂は、撮影禁止なんですが、本当にすごい風呂です。湯の色は、これと変わらないんですが、ヒノキ作りで洗い場というものがないんです。要するに効能が、あるので、そのまま帰ってくださいということです。これは深草の灯台です。正面に見るのが深草漁港です。明日青池に行きます。残念ながら夕日を撮ろうと一生懸命走ったんですが、残念ながら雲で夕日がうまく撮れないみたいです。かなり深浦は夕日の絶景ポイントとして有名なので来たんですが、残念でした。明日もう一日やるかもしれません。結局いい夕日は撮れずじまいでした。これが朝の3時半ぐらいなんですが、月日と、雲と、とてもいい感じの景色を醸し出していました。この円覚寺は、嵐の中から生還した船乗りのちょんまげが多数奉納されていることからも、船乗りの信仰の厚さを感じられます。で、本尊の観音様はなんと33年に一度の御開帳をするみたいです。朝が早いので、またビジターセンターも閉まっています。各池を回りましたが、っていう感じかな。朝が早いので、太陽の光がないのと、それとやはり紅葉などのシーズン、もしくは雪であったり、季節的なことがあると思います。何か展望デッキみたいなものを作って、そこに椅子があってゆっくり眺められるというようなことがあればいいように思いました。青池に到着したんですが、これまた朝早いので、こんな感じでちょっと想像とは違う感じでした。そして葉っぱがとにかく浮いてるので、ちょっと残念です。本当は綺麗青だと思うんです。朝が早かったので駐車料は取られませんでした。この後、日本のキャニオンというグランドキャニオンみたいなところがあるということで行ったんですが、これまたという感じのところでした。そしてビジターセンターが開くと、その横に伊藤の養殖場があります。これはすごいと思いました。何をしてもとか伊藤がこんなに無料で起きる。幻の伊藤がこんなにたくさん見れるとは思っていませんでした。そして珍しくカンコンカンコンになるので列車を取ってみました。
この象岩はよくできていると思います。私は個人的な意見ですけど、12個よりこちらの景色がずっと大好きです。なかなかこの感じ良くないですか。この看板を見て森山城跡を探したら、なんとこの道を上がっていくので、これはパスします。ここも温泉で有名な不老星温泉です。確かに露天風呂があって面白い温泉です。露天風呂は撮影禁止なので、まあこれが限界です。夕日が沈む頃にはこの露天風呂が人で溢れるそうです。そらこれできるかったら最高でしょうね。泉質については鉄分が入って、このように赤い色がしているのと、海水のせいでちょっと塩分が入っているというような、温泉の感じです。ちょっと舐めてみると塩辛く鉄分の味がします。いや、本当この長谷川さんのコーヒーゼリー、もう風呂上がり最高です。昼は円覚寺前のかまど屋さんでお蕎麦をいただきました。道の駅からの深浦港です。このようにやはり海産物はいいものが取り揃えて置いてあります。マグロが売ってるのはこんなに高いと知りませんでした。ここは何もない、駐車場もない海岸です。正面にこういう岩があります。ちょっと行ってみます。これだけの施設なのに駐車場も名前もないです。なんか岩にトンネルがあって行けるのかもしれません。やっぱり何かトンネルみたいなものがあります。果たして、あら、これはすごいですね。上行けます。これは何なんでしょう。神社ですか。よいしょ。わあ、こういうとこ出ます。岩のこの頂上に来ることができました。向こうのから見た柵がこの展望台の端になってます。三入山の観音堂です。またまた登山です。参りました。途中の祠に到着しました。こういう岩の中にあります。もう遥か下
頑張ります。いや。観音堂の鐘があったのでつきます。皆さんが幸せになりますように。どうしてこんなところに立てなくてもいいと思うんですけど。いやもう最近暑くて脱ぎました。こんな道ばっかりで汗は滴り落ちるし、せっかく風呂干しの上に張ったのにもう汗でビトビトです。よいしょ、はい、終了です。車で走っているとマグロバーガーの看板が見えていたので言ったんです。マグロバーガーに惹かれてやってきました。何か紹介される有名なお店みたいで、特にインスタ映えするものがたくさんあります。もちろん味の方も美味しかったです。結構インスタで紹介されてるらしくて、あまりコロナの影響を受けずに頑張っていらっしゃるみたいです。ソースなんでちょっと酸っぱみがあります。今千畳敷に来てます。ここは白浜、和歌山県のですね、白浜の千畳敷よりはるかに広いです。この辺が潮吹き岩なんですが、波はないのでちょっと潮は浮いていないです。これはカモメではないですね。私なんかはまあ千畳敷というのはあちらこちらありますけど、今まで見た千畳敷の中ではここが一番広いというか規模的には大きいです。ここにもいましたけど、あの茶色いのは何ていう鳥なんでしょう。千畳敷の先端までやってきました。今日は夕方6時ぐらいから、雨の予想です。この様子では夕日の絶景の深浦の夕日はないと思います。弘前に向かいたいと思います。本当この千畳敷広いです。想像を超えてました。1日に6本しかない列車が走ってます。この日本一のイチョウは11月のシーズンになるとライトアップされ非常に美しいらしいです。
すみません、素人にはよくわからなかったです。